どうもこんばんは、NM です。今回は原作初登場時から絶大な人気を誇りながらわずか15話で死亡してしまった伊兵衛ハイルについての考察、伏線をまとめましたので紹介します。経歴、伊兵衛ハイルは CCG の上等捜査官、 S1 班副班長を務め、ウィコーリのパートナーでもあります。そして有馬希少と同じ白尾亭出身の半人間であり、人並み外れた動体視力と反射神経を持っています。年齢は20歳でクインクス班と同い年ですが、彼らより3年早く CCG に入局しており、白炭翼章と金木星章も所持、ゼロ番隊の一員としてフクロウ討伐作戦にも参加していました。有馬希少への憧れが人一倍強く、作中のおまけページなどでもたびたび有馬に絡む様子が描かれています。その可愛らしい見た目や性格からは想像できないほど高い戦闘スキル、語尾に書やなどの北海道弁を入り混ぜた独特な喋り方が可愛らしく、特に人気の高いキャラクターでした。原作での登場シーンは短く、築山家殲滅編で登場し死亡してしまいます。原作者の石田翠先生も伊兵衛ハイルを死なせてしまったことに後悔し、しばらく引きずっていたようです。死亡フラグ、築山家駆逐作戦ではハイルは築山グループ所有のビルルナ・エクリプスにて先行駆逐任務にあたります。結果から言いますと、東京グール RE49 話でハイルはマイロに首を切断され死亡しますが、47話と48話で死亡フラグが立っていました。47話では容赦なく次々とグールを駆逐していくハイルですが、ビルの上層付近で松前、マイロと対峙した際にハイルの方に付着した返り血がダイ、つまり死を表す文字であり、今後訪れる死を暗示しています。そして48話ではハイルが床の血で足を滑らせ、バランスを崩した拍子に松前のカグネで腹部を貫かれてしまいます。ここで重要なのは、腹部を貫かれたということではなく、床の血で足を滑らせたということです。47話では木島式が、古田くん床の血で滑るなよと発言していたのに対し、その後血で足を滑らせ腹部を貫かれたハイル、死亡フラグが確信に変わった読者も多かったことでしょう。復活説、伊兵衛ハイルの復活は多くの読者が予想していました。古田二村が切断されたハイルの首を持ち帰ったこともありますが、一番の理由は他にありました。それは東京グール日めくりカレンダー、9月29日は伊兵衛ハイルの誕生日ということで、この日のカレンダーにはハイルが描かれています。そしてこのイラスト、皆様お気づきでしょうか。ハイルがもたれかかっている後ろの壁に翼のようなものが描かれているのです。これはハイルが羽角のグールとなって復活するという伏線なのではとファンの間では噂されていました。小説、原作での登場シーンが少ないにもかかわらず絶大な人気を誇る伊兵衛ハイル、そんな彼女の姿をもっと見てみたいという方々のためにおすすめするのが小説東京グールクエスト。収録されているのはキャラクターごとの短編集ですが、その中に伊兵衛ハイルのお話が収録されています。では簡単にあらすじを説明しましょう。 CCG 局内を歩くウィコーリと伊兵衛ハイル、ロビーに貼られた1枚のポスターにハイルは興味を示します。CCG 芸術祭作品募集。 CCG では文化活動の一つとして芸術祭なるものが開催されます。賞金も出ますが、いまいち盛り上がりに欠けるため参加人数は毎年少ないようです。しかし今年は特別審査員をなんと有馬希少が担当するというのです。有馬から評価をもらえるということでハイルは即参加を決意。そして有馬が審査員を務めるのに作品が少なすぎるのは格好がつかないということで、ウィコーリも参加することに。そして有馬率いるゼロ番隊や平子にも参加を促します。
有馬紀章及び0番隊や有馬と共に仕事をした者たちは他者と比べて圧倒的な才能を持っており、他の捜査官たちに己が凡人であるということを思い知らせてきました。芸術面であれば有馬一派に勝てるのではないか、植え付けられた劣等感を払拭するために芸術祭での勝利を目指す捜査官が次々と参加し始めます。また瓜江や十三、ハイセも参加することになり、果たして CCG 芸術祭はどうなってしまうのか、この先の真相は皆さんの目で確かめてください。時折挟まれる書き下ろしの挿絵も素晴らしいです。はい、ということで今回は伊兵衛入についてまとめてみました。すごく魅力的なキャラなのに、原作では意外とあっさり死んでしまって残念だったんですけども、その後ですね、石安井先生が SNS とかで、可愛いイラストを何度か上げてくれてたんで、とても嬉しかったですね。あと原作は、まあ、なかなか重い展開がずっと続くんですけど、まあ、小説はキャラのね、あの日常的な面が描かれていて、もうファンの方には特におすすめです。あと水先生の挿絵が本当に素晴らしいです。ハイルめちゃくちゃ可愛く描かれています。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。